ピーター・ドラッカー。ピーター・ファーディナンド・ドラッカー。ピーター・ファーディナンド・ドラッカー。ドイツ5名。ベーター・フェルディナント・ドルッカー。1909年11月19日から2005年11月11日は、オーストリア・ウィーン生まれのユダヤ系オーストリア人、経営学者。現代経営学あるいは、マネジメントの発明者。他人からは、未来学者。 フューチャリストと呼ばれたこともあったが、自分では、社会生態学者を名乗った。父、アドルフ・ドルカー、ウィーン大学教授と、母、ボンディの愛の子で、義理の叔父に、広報学者、国際法学者のハンスケルゼン、母方のおば、マルガレーテ・ボンディの夫がいる。ドラッカーの辞書によれば、父親は、フリーメイソンのグランドマスターだった。 ビーンで裕福なドイツ系ユダヤ人の家庭に生まれる。1917年に両親の紹介で同じユダヤ人の精神科医、ジーク・ムント・フロイトに会う。1929年、ドイツ・フランクフルト・アム・マインのフランクフルター・ゲネラル・アンサイバーが身の記者になる。1931年にフランクフルト大学にて法学博士号を取得。この頃、 国家社会主義ドイツ労働者党、ナチ党のアドルフ・ヒトラーやヨーゼフ・ゲッペルスから、たびたびインタビューが許可された。1933年、自ら発表した論文が、ユダヤ人を嫌うナチ党の怒りを買うことを確信し、退職して、急遽委員に戻り、イギリスのロンドンに移住。ジョン・メイナード・ケインズの抗議を直接受ける傍ら、イギリスの投資銀行に勤める。 1937年、同じドイツ系ユダヤ人のドリス・シュミットと結婚。1939年、アメリカ合衆国に移住し、諸女作、経済人の終わりを上司。1942年に、バーモント州ベニントンのベニントン大学教授となった。1943年に、アメリカ合衆国国籍を取得。1950年から1971年までの、 約20年間、ニューヨーク大学、現在のスターン経営大学院の教授を務めた。1959年に初来日し、以降たびたび来日、日本古美術のコレクションを始める、工術。1966年には、産業経営の近代化及び、日米親善への寄与が認められ、君三当随法省を受訓。1971年に、 カリフォルニア州、クレアモントのクレアモント大学院大学教授となり、以後2003年まで務める。1979年に、自伝、傍観者の時代を、1982年には、初めての小説、最後の始終層を表す。2002年、アメリカ政府から、大統領自由勲章を授与される。2005年に、クレアモントの自宅にて漏水のため死去。 ユダヤ系だったドラッカーはナチスの勃興に直面し古い19世紀的ヨーロッパ社会の原理が崩壊するのを目撃し危険を悟りイギリスを経てアメリカに家族と共に逃れたそこで彼が目にしたのは20世紀の新しい社会原理として登場した組織巨大企業だった彼はその社会的使命を解明すべく研究対象となる アメリカ大企業に協力を呼びかけていた。その中でゼネラルモーターズが彼に声をかけた。彼は同社の経営方針、経営組織を社外の立場から研究報告するように依頼された。彼はこの依頼によって報酬の支払いを受ける一方で彼自身の研究をすることを許された。そして書かれたのが1946年だった。それは 当時の副社長だったが、産業人の未来、現代、ザ・フューチャー・オブ・インダストリアルマンを読み、それに触発されて、ドラッカーに声をかけたことが発端である。会社の概念は、政治学者、ドラッカーの立場で書かれたもので、後の一連のマネジメント書とは違うものである。フォード再建の教科書として使われたと言われているが、それは、本人の意図した結果ではなかった。彼は、 文献化などの多くの重要な経営コンセプトを考案したが、その興味、関心は企業の世界に留まることを知らず、社会一般の動向にまで及んだ。民営化や知識労働者は彼の造語で後に世界中に広まる。特に非営利企業の経営には大きなエネルギーを費やした。1990年には非営利組織の経営、現代。 マナジンスノンプロフットオーガニゼーションプリンジプルズプラクテセスを表している。またフレデリック・テイラーの科学的管理法やアブラハム・マズローの欲求の五段解説にも多大な影響を受けた。彼の著作には大きく分けて組織のマネジメントを取り上げたものと社会や政治などを取り上げたものがある。本人によれば彼の最も基本的な関心は 人を幸福にすることにあった。そのためには、個人としての人間と、社会、組織の中の人間のどちらかのアプローチをする必要があるが、ドラッカー自身が選択したのは後者だった。ドラッカーは、著書、マネジメントで、従来の全体主義的な組織の手法を改め、自立した組織を論じ、前書きにおいて、成果を上げる責任あるマネジメントこそ全体主義に変わるものであり。 我々を全体主義から守る唯一の手立てであると述べている。また、著書のすでに起こった未来、現代、ザエコロジカルビジョンでは、自らを生物環境を研究する自然生態学者とは異なり、人間によって作られた人間環境に関心を持つ社会生態者と規定している。ドラッカーの思想は、組織や企業経営の分野にとどまらず、 個人のプロフェッショナル成長の分野にも及んでいた。いわゆるナレッジワーカーが21世紀のビジネス環境で生き残り、成功するためには、自己の長所、強みや自分がいつ変化すべきかを知ること、そして自分が成長できない環境から迅速に抜け出すことを進めていた。新しい挑戦こそがプロフェッショナルの成功に貢献すると主張していた。 ドラッカーの著書の日本での売り上げは、ダイヤモンド社刊公文だけで累計400万部余り、ドラッカー博士を悼んで、大学入試のために書いた論文、パナマ運河と世界貿易におけるその役割が、オーストリアの経済史の目に留まり、その編集部から招待され編集会議に参加する。そこで、当時の副編集長で後の経済人類学者、カール・ポランニーと出会い、 以後長い交友関係を結ぶ。ドラッカーの記述によれば、アメリカのベニントン大学の教授職をポランニーに紹介し、彼の大転換執筆のきっかけともなったとあるが、後の検証によれば、その記述は誇張や誤りだらけであり、信憑性に欠ける。二大正当性を高評価し、多当性に否定的である。岩崎夏美の小説、もし高校野球の女子マネージャーが、 ドラッカーのマネジメントを読んだら通称、もしドラは高校の野球部の女子マネージャーが偶然に入手したドラッカーのマネジメントの内容を部の改革に生かす内容で日本でのドラッカーのブームに一役買った。その著書が2010年3月17日放送の NHK クローズアップ現代みえる経営の神様ドラッカー出演ウェダーズを 糸井重里で紹介された時に、ドラッカーブームに火がついた。NHK 総合テレビジョンで、アニメ化、2011年4月、映画化、同年6月もされている。コピアポコ山残落版事故に遭遇した、作業員たちのリーダーであるルイス・アルベルト・ウルスワは、ドラッカーの愛読者である。ドラッカーには、日本の古美術コレクターとしての側面もあり、自身により、 三層コレクションと名付けられている。ドラッカーと日本美術との出会いは、1934年、1933年節も、ある6月ロンドンのバーリアントンアーケードで、催されていた、ロイヤルアカデミー会員の夏季展示会に行こうとして、迷い込んだ、日本政府主催の日本美術展覧会を見た、経験による。その後、第二次大戦ワシントンに滞在すると、 国外有数の日本美術コレクションがあるフリーア美術館で昼休みを過ごした。この時ドラッカーは書庫の一遇を与えられ資料写真から選んだ数点の絵画をそこで見ることを許された。そんなある日、学芸員からいつも日本の絵画、特に室町水墨画を請求されているのに気がついていましたかと語りかけられ、ドラッカーはこの時初めて自分の好みを理解したという。 こうして、日本美術を勉強したドラッカーは1959年に、初来日し、四季部輝き中の洗面画と、清原雪信の,の不要図を購入。これらが、最初のコレクションとなった。コレクションは、室町水墨画と、近世の前画や軟画が主で、特に軟画は、コレクションの3分の1を占める。逆に国外のコレクターに人気が高い浮世絵は、肉筆浮世絵を含めて全くない。 室町水墨画には日本国内の美術館やコレクターでも所蔵していない遺品が極めて少ない画家や電気がほとんど知られていない画家が何人もおりコレクションの特筆すべき特徴といえる人からコレクションを作るために最も大切なことは何かと問われると良い先生を見つけることだというドラッカーは自身の先生として日本有数の古美術賞だった せずい之すやや本もと郎や、美術師やの田中市松や松下隆、明、島田修二郎、ジョンマックスローゼンフィールドらを挙げている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。